じゃあやろう。案外パフォーマンスそんなに悪くないんで。ああ、今日は完全に普通プレイします。本当に普通プレイなのかわからない。これ全員研究でいいんじゃないかな 全員研究でいいんじゃないかなって思い始めた。ん？あ、今遊んでるとこですか？テラです。さて、おー、ヘドロが近すぎる。辛い。最初は、スケジュールをいじって、で、これをアラームオンじゃなくて、ブランク。今回は水が、こっちにあるのね。で、そうか。一番最初名前つけてセーブで、ひたすら遊ぶぞを上書きして、建設ができないと思ったらそりゃそうで、最初に採掘をしないと話が始まらなかった。はしごの位置を決めましょうか。今回ははしごを、裏の手で潔癖症だよね。この位置にするつもりでやろう。ここにして、今回のマップは辛いなぁ。なんか初期バイオームがやたら、なんだこれ。上の方がすごいくびれてて 上の方がひたすらくびれてて、なんか、これあれじゃん。あー、ベッドがほとんど置けないや。ひどい外れマップを引いてしまった。じゃあ、こうなるとトイレの場所はここでいいんだけど、いや、よくねえ、よくねえ。トイレの場所を仮設でいいから、どこだ？こっちに作んなきゃいけないのか。いや、今回のマップマジ、普通に遊びたかったに全然普通じゃないっていう、すごい辛い感じになってる。とりあえず初日にはトイレ間に合わせようかな。間に合いましたけど的な感じになってしまう。そうだな。いや、違う。これは仮でいい。あ、なんか、今回、ひどい。ひどいクズーン V っぽくて。いや、きついな。複製ポットから、半径20マス以内にヘドロがあるっていう で、もう、あと残り時間が足りないから、痩せオキシファン掘ってもそんなに足りないですよね。
うん、厳しいですね。これはあれだな、後で何とかするって前提で一旦やるしかないんだけど。今回は本当に作りにくい。しょうがないからこうせざるを得ないんだが、うおー間に合わなかった、マジか。スケジュール、あーそういうことね。まあいいか。いやー今回はちょっと本当に大変そうだなこれ。これは多分複製ポットの真下からは普通の初期バイオームになってくれているのかな？いるのかな？うん。農場も、最初から農場解禁しようと思ってたけど、全然これ厳しいな。そうですね。これ、初期地点にめちゃくちゃ食い込んでるから、やりづらいのなんのって。普通セオリー的にはこう初期地点はまあ複製ポットの周りぐらいはそんなになんていうかな、障害物的なものはないし、掘り抜けるだけ掘り抜けるからいいんじゃないのっていうのが大体のセオリーなんだけど、今回はそんなことがなくて天井が詰まって汚染水をなんと大気殺厳しいです、ね、そう。これだから上手に避けつつみたいな風にはなるんだけど、それ以前にどうしようかなっていうやつがあって、とりあえず2日目の目標としては、ベッドを、半径的にはこれで十分なのか。研究台どこに置くよこれ。研究台悩みますよね。本当これえぐいな。初めてだな、こういう最初の立ち上がりがやりづらいマップは。まあこの場合はもういろいろ諦めて真下に行くしかないんだけど、そしたら初期地点にある水が本当に邪魔っていう。これはあれかな、なんかさっさと一番下まで掘って貯水プールを移動させつつ、居住空間とか機能空間を作っていけっていう風になるしかないんだろうな。これはもう何にせよ拡張しないと話にならないっぽい。で、火星岩があってすげえ邪魔っていう。よし、実績達成。最初のベッドとトイレ。最上段で言うといつものノリの中では多分これは相当遅い方だな。
1サイクル目には研究台を置けるから。で、まあ下ごしらえでいいでしょう。いやーどうすんだこれ、ほんとどうすんだ。息ができること最優先でもいいんだけど、本当にヘドロが邪魔というか、加工感が邪魔すぎてやばい。シャレにならん、これ。いや、でも3サイクル目だから、次に入ってくる、メンツ。場合によってはこれ、あれだな、ガチャしなきゃいけないな。名前つけてセーブしよう。もう、ね、これ、何がすごいかっていうと、普通のトイレというか、一応上にはまっすぐ行けるんだけど、ほぼほぼ上層の開拓は序盤無理ですね。あ、最上盤は無理。宿舎できてる、公衆トイレできてる、届くかなこれ。これはするか。いやーやばいなこれ。これはやばいな。起きた。頻尿、尿、超過敏、口呼吸。全員辛いなぁ、これ。モグラの手があるのは嬉しいんだが。では、今回は多分3サイクル目で採掘担当を引くまでガチャしなきゃいけなくて。しかも、なんか、妙に遅い。妙に遅いんだよな、作業は。だってね、今やってみたいに人力発電機2個置いて、横にバッテリー置きたいなって、もうここが花崗岩でバッテリー置けないっていう。マジかー、みたいな。あー、そうか。そういえばそうかもしれないですね。言うて、これは、初手は初手でも、初めて、本当に、こういう場合どうせやいいんだろうみたいな。大抵の人だったら多分普通に、諦めて新しく星引き直して、もうちょっと立地がいい星目指せばいいんですけど、まあ今回は今回で、こんなんどうやって最初やるみたいな、そういうひどいマップなので。考えよう。採掘ができないのは今つらい。この場合は、いや、ちょっと待ってよ。これいじっちゃうか。料理担当にしちゃいたいなぁ、ぶっちゃけ。風月さん、長らくやってて、興味に料理があるけど、台所恐怖症みたいなやつって引いたことあります？ん？料理に興味があるけど、台所恐怖症になった人間ってこと？うん。いや、ないっすね。聞いたことないわ。
なんか味覚なしで料理に興味あるみたいなと、まだなんか人間味あるじゃないですか。まあそうですね。でそれで済むんだけど、料理はできないけど料理に興味ありますみたいなこと言われると、なんかすごく辛い気分になる。なんか夢を叶えてあげたいんだけど、なんかゲーム的に無理っていう。でスケジュールを言っちゃおう。就寝の休憩ので、この場合スティンキーとミーを分けて、労働時間は思うかな。あと意外と初期の水が少ないんだな、テラの割には。ここの多分これはテラなのに初期の水が84トンと134トン130トンしかないの、テラなのに。テラで200トン水が切ってるって結構珍しくないですか。200トン切ってるって20マスか、それは珍しいですね。と言いつつ俺もこれ序盤どうしようか、いやすげえ悩んで。まあアーボリアだと100トン切ってますけどね。よし、研究終わり、次は、自分の次の初手剣は、スパコン2つ。なぜ？ああ、そうか。優先度で操作が高いやつがいないんだな。で、ミーはそもそも料理担当だから料理あげて、次、こうかな。まあ4サイクル目でこれは早いといえば早いんだが、早いといえば早いのではあるが、次やるべきなのは室内装飾。やっぱり研究台は複数台のあった方がいいっすね。1台は遅い。研究終わったから次。次は大型バッテリーかな。やっと、スキルポイントが溜まった。スティンキーはスパコン、カタリナは採掘でいきましょう。で、これでやっと最低限の採掘がやっとこ始められるな。あくまで最低限でしかないが。なんかすごいマップですね、これ。今回はなかなか、なかなか鬼畜なマップですね、これ。別になんか面白いマップが出てほしいなって願ったわけでも何でもないんですけどね。構想向けのマップですね、すごい、なんか。本当に今回は本当に普通に遊ぶつもりだったんですけどね。本当に普通にですか。普通のマップを出して、普通のマップが出てくれなかったっていう。面白いマップ。食い込んでるので本当に珍しいですね。だいたいこうズドーンって感じでこうね。